日毎日雪かきで追われたと思います。その豪雪の中でお互いに助け合い、今日のこの日が迎えられたと思います。その県民の心の気高さを私たちは表現したいと思います。その表現するとして、雪中花すなわち水仙を今から皆さんにお伝えしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。構え。ありがとうございました。紹介心響きの皆さんでした。